どうも、枝豆です。今回はサッカーパンチの再解説動画になります。これね、使えたらめちゃめちゃ楽しいやつですね。結構コンボ技に、取り込まれてるイメージがある技になりますね。まあ、俺はね、コンボ技が苦手なので今回はやり方だけ教えていきます。はい、勘弁してください。お願いします。ということでね、早速解説していこうと思います。では、レッツラゴー。ステップ1、顎を脱力させて舌を立たせる。顎はね、脱力させるだけで OK です。で、舌は、画像のように立たせてください。立たせるというより傾けるみたいな感じかな。舌先が内巻きにならないように注意してください。とりあえずそれだけできればステップ1は OK です。ステップ2、息を吸って喉に空気を当てる。さっきの口の状態を維持したまんまですね。で、はっと言って吸うイメージで思いっきり喉に空気を当ててください。でね、うまくいくとこうやって自然と舌が空気に吸われて上顎にくっつきます。これで完成です。まあ、感覚さえつかめばね、すぐにできるようになる技だとは思います。これでね、技の解説はしきったので、ここから先ほど言ったおまけについて話していこうと思います。で、おまけが、で、まあ、何なのかっていうと、プヘテペについてね、話していきます。で、まあ、サッカーパンチというと、まあ、この通りね、上顎につけるやり方が主流なんですけど、上顎ではなくて、上唇につけるサッカーパンチもあります。これはね、プヘテペのヘに当たる技です。っていう技ですね。上顎で鳴らすサッカーパンチの要領で、上唇で同じことをするだけでできます。まあ、これをね、うまく使うことで、プヘテペができるわけなんですけど、いきなり繋げるのは難しいと思うので、まずは、とスローでやっていただいて、徐々に俳句していって、みたいな感じでね、プヘテペができるようになります。個人的にはね、顎につけてやるやつよりかは、唇につけてやるサッカーパンチの方がやりやすいし、使いやすいかなとは思います。ということで、今回の講座は以上です。いかがでしたでしょうか？かなりね、簡単な技だと思うので、ぜひ習得してみてください。まあね、ブヘテペは特にできると楽しいとはっきりね、断言できるので、ぜひね、練習していただければなと思います。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。